小田久志小田久志3月24日から1994年7月11日は日本の社会主義者、政治家、ジャーナリスト、衆議院議員、別名、展開。広島県鴨茂郡川尻村で菓子製造業の家に生まれる。父の事業が失敗し、おじからの勧めで1912年に一家で沖縄に移住。一家でアメヤを始め、 小田も行商を行う。1918年、沖縄県立第一中学校に入学。4年時の学芸会で社会批判の演説を行い方向となった。沖縄出身の先輩、アナキストで労働運動者にいた泉正重を頼り状況。同志と雑誌相関を計画するも当局に検挙された。1922年、中浜明。 古田大二郎らの議論陳謝に加わったが、1923年の関東大震災により沖縄に戻った。1924年、徴兵検査に合格し、1925年、広島府評第11連隊に入隊。この頃、無政府主義から民族的社会主義に転向した。沖縄で1927年から電気料金値下げ運動を、 弟、小田俊阿体と共に組織し、その期間し、沖縄民衆新聞を発行する、民衆新聞社を立ち上げるなどして、電気料金の値下げを実現した。1929年、沖縄県会議員に選出され、那覇人力車組合を結成した。1935年、大阪自治新報に入社し、沖縄支局長、台湾支社長を務めた。 1937年4月の第20回衆議院議員総選挙で沖縄県から社会大衆党公認で出馬し時点で落選したが聖島名町が1938年4月7日衆議院議員選挙法違反事件で大審院で上告棄却となり長崎構想委員判決が確定して退職したことにより繰り上げ補充で衆議院議員に就任し一期務めたその後 戦地慰門や遺族激励などを行い、社会大衆党を離党して、広告日本党を結成し、国家主義的運動を行った。戦後、GHQ から公職追放を受けるも、小田展開を名乗り分泌活動を行い、1948年、東京都新宿区にて、春阿体とともに、全東京新聞を発刊。追放解除後は、 政界復帰を目指し選挙にたびたび立候補したがすべて落選した。1953年の第26回衆議院議員総選挙に旧東京一区から国旗を守る会を称して立候補するも落選。1955年の第27回衆議院議員総選挙に旧東京一区から国民党を称して立候補するも落選。百五十六年の 第4回参議院議員通常選挙に、旧全国区から、日本国民党を称して、立候補するも落選。1960年の第29回衆議院議員総選挙に、旧東京一区から、民族社会党を称して、立候補するも落選。1971年東京都知事選挙には、天明会を称して、立候補するも落選している。ありがとうございます。